すっごい綺麗に。でしょ、綺麗な、似てますね。これだけ淡いものもすごく綺麗に出るんですよ。出してこれはね、箱を貼るための漆で、これを探すのに1年以上かかって、何でもいいわけじゃないんで、でこれをテレピンオイルで緩めます。これテレピンオイルです。テレピンオイルはね、油絵の具の時にやるやつと一緒です。でこうちょっとね緩めるんですけど、これがすごく難しくて、その漆って湿度で乾くんですよ。そうですね、湿度があると乾くので、この時期実は1年で一番やりにくいのね。あっという間に乾いちゃうから、だからその時の状況でこの緩め具合をこう、もうこれがレシピがないわけですよ。だからその今日はやっぱりもうすごい湿度があって早く乾きそうだと思ったら、あんまりたくさんやっちゃうとダメなんで、ほんのちょっとやりながら、ちょっとこれを緩めにしとくとか。でこれね、ちょっとまだ濃いんですけど、こうだから今も私はこうやる、これを見てわかるのね。こう、そうそうそう、こうする、これまだ、そうそう、まだ全然濃いんだけど、ちょっとあんまり薄くしてもできなくなっちゃうんで、今日ちょっと時間を置くんですよ、15分とか。でこれを今これちょっと失敗したのにこういうふうにしてありますので、でこれで、で筆はこれは必ずもういつも湿らせた状態にしてあるんです。でこれは菜種油で、菜種油は揮発をしないので、これも漆屋さんに教えてもらって、菜種油を最終的につけとくと漆が固まらないので筆が長持ちする、でもこう最初はしっかり菜種を取って、でこっちはテレピンオイルなんですよ。でテレピンで、でちょっとこう漆をつけます。つけてちょっとまだね、緩いのね、緩いんだけど、でここにこう塗っていきます。ここ塗るか。でこう塗ってると最初こう筆跡があるんだけどね、こういう風にね、でもこれがちょっと時間が経つとこう、こうピーってなってくるでしょ、でも筆はすぐに洗わないと固まっていくので、すぐに洗います。結構ね、この筆はね、安藤洋次さんに教えてもらって、この筆を買ってからすごいやりやすくなった、でもすごい高い、これ3000円ぐらいする、まあでもね、私もともと油絵やってたから、油絵も高いんですよ。だから、筆とかはそんなもんなんで。で、これをちょっと本当は待つのね。で、本当は待って、すごくはみ出てしまったところを、例えばこういうものなんかは、ちょっとやっぱりはみ出たとか最初綿棒で取るのね。取るんだけど、
これこう下いらないときはこうちょっとこうやって綿棒で取っといて、ちょっとこれここ膨らんで失敗したやつだけど、で絵の具をつけていきます。で、粉はこれなんですよ。で、本当、あ、赤とかわかんない。赤ね、今ね、絵の具がもうないんで、ちょっと赤もったいないんで使えなくてごめんなさいね。赤ね、これどんどんこう、もう乾いてもいい、広がっていくでしょ。うん、うん、そう。でも今日はね、もうめっちゃ早く乾く。多分もう濃くなっちゃってる、ね。うん、濃くなってきます、だんだん。うん、でも冬はね、これ何回やってもダラーダラーダラーでね、うん、でそのある程度乾燥させるのを待つんですよ。でその感じもあのここの様子を見たりとかで そこがものすごく難しくて、 ここにつく漆の量が結構大事なんですよ。うん、でこれオレンジですけど、この粉をつけていきます。で叩いていくんです。うん、これはねオレンジで、最初こっちのオレンジと同じ一緒です。でちょっと最初はバターでつけておいて、で私はこう手で、そんなにダイレクトに手で、うん、だから大丈夫なんですよ私。すごいですね。あので、なぜかというとこう 手でこうやっていくことによって、どれぐらいここに、大倉陶園さんなんかは漆に色を沈めるっていう表現するんだけど、どれぐらい色が入って粉がついていくか手の指先の感じで分かるんですよ。そう、それが分かるから。で、果汁でこれが、これまた、これはこの色なんですけど、出てきた。で、この色はね、ほんのちょっとでね、すごい綺麗に色が出るんですよ。その絵の具によってものすごくたくさん粉をつけなきゃいけない色とか、ちょっとでいいとか、それもいろいろあるので、うん、で これはね、案外楽なんです、この色は。うん、一番ね、赤が難しいんです。赤は多分そのガラスでも何でもそうなんですけど、絵の具の中に金が入ってるんですよ。で粒子が粗いらしいのね。うん、だからあれですよね、マニキュアとかでも赤が一番厳しいって言いますよね。あ、そうなんだ。はい、みたいですよ。あの最後のテストとかは赤でやるっていう。うん、それであのすごく粒子がどうも粗いから、私のこれマットなので表面が、うん、そうするとあのすごいねつきづらいんですよ。うん、だから全然絵の具がついてくれなかったりとかで、とりあえずこうまず絵の具をつけました。うん、で つけたらまだなんかあのエッジが汚いので、そしたら今度は、ここのところをエッジをこうやってこうやることによってほら、うん、綺麗にこう揃えることができるんです。うん、エッジをね。もうそんな乾いてる。いや、もうあの乾くというか、もう粉をつけるから、こうなんというか取れるんですよ、こうやって。で、エッジを綺麗に揃えることができる。で、それを揃えつつ、こういうところがこうすごいビシッとしないとかっこ悪いので、こういうところもこうビシッとさせて、で、あの。ちょっとこう今お水がこれでいっちゃおうか、ちょっとお水、ちょっとこうお水をつけたりしてやるとこう綺麗に取れていくんです。うん、だから全部こうやって最終的には全部こう綺麗に掃除をするわけです。エッジも綺麗に、うん、でそういう風にして綺麗にしたら今度は釜で800度で焼くと。そう、だから結構大変です。うん、だってすごいぐるっと一周するじゃないですか、徳田さんの、うん、全部。そうで、横島のとこが一番大変で、うん、こうやってほら綺麗にね整えられるんですよ。うん、そうだからもうここ、うん、この辺とかはね、うん、だけど修正は聞いても、うん、取ってしまったら、あ、取りすぎたり反対にこうちょっと爪で引っかいたりしてポッと取れちゃうんですよ。うん、そういう時はまあ最近ちょっとあの直す方法も開発したんでなんとかしますけど、結構
気がつくとあのピッと知らずに引っかいちゃったりとかします。そういうこともあります。だから私なんか日本一綿棒使うんじゃないかっていうぐらい綿棒使いますよ。必須ですね。うん、本当にそうです。便利だ。そうそう、ありがたいです綿棒が。でこうやってビシッとさせていって、であのあれを持ってきていただくと分かると思うんですけど、そうやってでこういう風になっていくんです。うん、うん、ビシッとね。さっき言ってらっしゃった赤ってこれですか。そう、赤はね難しいね、本当難しい。でもこれ案外ねこうやってあのあれなんですよ、 ラフ何か定規でピシッとはやってないんですよ。割とねあの私がそう思えばいいみたいなラインではあるんですよ。うん、うん、ちょっとずれたけど、そうそう、こんな風にしてあとで塗ると銀色にちょっとこう反応するんですよ、赤とかオレンジがね、うん、そしてここが少しこう変色するんですよね。これが本当はあっちゃいけないことなんだけど、これを私はあのいっぱい最初失敗しましたけど、あえて今利用するとちょっと深みが出て、うんうん、面白い、うん、もう最初失敗した時はねもう全部真っ黒になっちゃったりとかね、本当にいろいろ失敗しましたけど、本当にねいろんな人に助けてもらって、うんうん、ちょっとずつちょっとずつできるようになりました。なんかあの立体感がそう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 、うん、そうなんですよ。徳田さんいつもこうやって銀を組み合わせますけど、うん、それ昔からそういう銀、うんうん、それはもう全くオリジナルですか。徳田さんの雑記だったから銀なんか使ってない、うん、そうですよね、昔のね職人さんたちはね、うん、あのねあのゴム印をよく使ってたらしいのね、うんうん、でそのゴム印っていうのはね、うん、すっごく柔らかいゴムを、うん、ちょっと厚みがあるのかな、うん、それをこうピンセットで引っ張ってこうハサミで切りながらゴム板を鳳凰とか、うん、ゴム板上組合で見せてもらったことだけあるんです、うんうん、でそれをあのものすごく不安不安のスポンジにそれを貼るんですよ、うんうんうん、不安不安の、うん、それで一番下だけちょっと硬いの湿地帯をつけると、うん、不安不安だから極限に寄せる、うん、そうこれはもう、うん、これとかは本当赤を綺麗に出ると、うん、これは本当綺麗だと思います。だからこれ結構大変で割とこうビシッと、うん、だけどこれ結構つじつま適当に合わせてるんですよ。あ、うん、そうなんですね。そう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 、綺麗に、そうそう、綺麗ですね、うん、すごいはっきりする特徴があるんですねこれは。そうですね、メリハリが、うん、あの本当に鮮やかに色が出ますね、うん、ですけどこれはたまたま濃い色なのでしっかり出るんですけれど、淡い色もしっかり出るんです。とにかくどんな色でもすごく綺麗に出してくれるんです、うん、だからものすごく淡い色でもすごく綺麗に出るんです、うん、でしょ、ね、綺麗なに出ますね。これだけ淡いものもすごく綺麗に出るんですよ、うん、これくたりなんですよ、うん、でこのシリーズもやってたんだけど、うん、こう分かるでしょ、相殺しちゃうっていうのは、ね、そうなんだよね。だからねこれはやめたの、もったいないです。すっごいほら、そうくたりもあえぐ、うん、すっごい綺麗でしょ。ほんとね、このデスタって感じ。